今日は ENTJ ですね、うん、ENTJ はリーダーなんです、うん、渡辺正行さんなんですよ。はい、あ、もう興味知らないですね、誰も。すいません、リーダーです。はい、はい、ENTJ リーダーとあって、うん、人の上に立ち出世を求める人、うん、生来のリーダーだと、うん、才能豊かなリーダー、決断を下す役割を果たす、うん、論理的、分析的、目標達成を目指して指図したい、うん、あ、もうイラッとしますねされたくねえんだよってごめんなさいね、うんうん、だからうまくいかないんでしょうね、世の中あの、僕もね、こんなんでも上に立ちたいと思ってるので、うん、すいません。複雑な問題を解決したい、うん、状況を常に改善し挑戦して いたい、先見性がある、闘争心、野心が強い、求める水準が高いとありますね、うん、で ENTJ さん、仕事面での長所、物事に可能性を見出し裏の意味などを見抜く才能がある、うん、創造的に問題を解決する素質がある、うん、客観的に問題を分析する能力がある、複雑な問題を理解できる、成功したいという意欲が強く野心がある、自信がありリーダーシップを発揮する能力がある、競争に勝ちたい、他より抜きんでたいという強い意欲がある、求める水準が高く勤労は善であると固く信じている、目標を達成するためのシステムを構築し模範を作り出す能力がある、大胆な一歩を踏み出し目標を達成しようとする気概がある、状況をよく分析した上で論理的に決断を下せる、断固かつ毅然とした態度を取り強い組織をまとめられる、テクノロジーに順応できる、新しい技術を習得するのが早いとあって、短所、自分ほどテキパキと物事を進めない人間にはついイライラしてしまう、ぶっきらぼうなところがあり助裁のない外交手腕に欠けている、慌てて決断を下す嫌いがある、世俗的な細かい事柄への関心が欠けている、別に改善する必要がないものまで改善したがる、相手を威嚇し高圧的な態度を取る場合がある、同僚やスタッフ、部下などをきちんとした評価したり称賛したりする時間を十分取らない、すでに決定された問題を再検討するのは面倒くさいと思う、仕事一辺倒となり家庭生活を顧みないところがあるとあって、これはあの見るまでもなくエニアグラムで言うと、うん、おそらく8ですね。で見ますと男性で多いのは1、3、6、8、3と6が多い感じです、うんうん、1と8がほぼちょっと多い、うん、で女性で言うと1、3、6がちょっとで8がとても多いみたいなところでございますと。なるほど、まあ、3とか8とか1とかって感じはしますよね、はいはい、そうですね、うん、で6はどこにでもいるじゃないですか。6はどこでもいます、はい、では今日はこの ENTJ の向いている仕事で真っ先に来るのがビジネス、ビジネス、ビジネス、あ、向いてますもん、はい、ENTJ ビジネス、うんうん、ビジネスの世界が向いていると、うん、権威を持ち人に指図し、うん、部下の上に立つのが好きだし、うん、リーダーシップを発揮するのが得意だからだと、うんうん、管理職として長期計画を練ることができる思考力を活用し、うん、不慮のトラブルに対処し目標を達成していこうとする気概にあふれていると、うん、ENTJ はどちらかといえば部下を直接指導する方法を好み、自分はあまり監督されたくない、うん、ENTJ は人に影響を及ぼすだけの力と苦もなく人脈を広げていく才能を活用し大抵組織のトップに上り詰めると、うん、やっぱり羨ましいんですよね見てて、まあ、成功者のパターンですよね、はいはい、ないなと思いますもんで例えば、人事部門管理職とか、うん、経営コンサルタント、広告代理店の企画営業、マーケティングメディアプランナー、バイヤー、フランチャイズ店のオーナー。なんでさっきの ISFJ もフランチャイズ店のオーナーが出てきましたけど、はいはい、もっとなんか
どんどん広げていくんでしょうね。なんかそんな感じはしますね、はい、あとセールスマネージャーとか、うん、と、まあ、やっぱりマネージャーっていうのが出てきますね。レストランとか飲食店とか、あとはまあプログラムディレクターとかプロジェクトマネージャーとかいろいろ出てきます、うん、で次に出てくるのが金融、うん、ああ向いてそう金融、うん、多くの ENTJ は金融の分野で才能を発揮すると、うん、ENTJ 型はお金を儲け人のお金を動かして仕事をするのが好きだと、うん、人と競争するのも好きだし、いざ勝負に出れば素早く主導権を握ることができると、うん、またトレンドを予測し自分やクライアントのために人を制して有利に立とうと独創的な方法を練ることもできる。日常業務はスタッフに任せることができると思う存分に力を発揮できる、うん、とあって、銀行員、うん、ファイナンシャルアドバイザー、うん、経済アナリストとか、株式投資のブローカーとか経理財務部門会計監査ベンチャーキャピタリスト、うん、などと書いてありますね、うん、であと出てくるのがコンサルティングトレーニングとあって、コンサルティング業の多様性と独立性が ENTJ にとっては非常に魅力的だ、うん、この分野は近年大変な成長を遂げており、 ENTJ 型が起業家精神を満足させる機会が増えている。また自分が尽力した仕事に対してはそれに相応する報酬を得たいと思っている。 ENTJ は人に刺激を与えることができる有能なトレーナーにもなれると。他の野心のある人たちに自分の才能や創造性を伸ばす方法を教えたいと思っている、うん、とあって、ビジネスコンサルタント経営コンサルタント教育コンサルタントとか、うん、マネージメントトレーナーとか、うん、労使関係のマネージャーとか国会議員政策担当秘書、はい、政治コンサルタント、うん、もう今までに読んだこともないはい、うん、ただなんか、まあ、この ESTJ さんは ENTJ さんは一人でやっていくんでしょうけど、うん、近年AI が、はいはい、そういう投資とかの分野で伸びてきたじゃないですか、うん、この辺はなんかちょっと銀行員もそうですけど、うん、ライバルが人ではなく、うん、AI になってくる、うん、でもこの人たちは多分 AI 売ってきますよ。そうですよね。そう。AI を活用するんですよね、多分。うちの AI すげえぞって。人よりもさーって。そうそう。ああ、なるほど。おめでとう、ENTJ。成功は目に見えている。はい、で、専門職、うん。次に挙げたような専門職は、人に大きな影響力を及ぼすことができる上、立派な肩書きが得られるため、多くの ENTJ 型がやりがいを感じる。あ、この辺ですね、うん、弁護士、うん、裁判官、うん、検察官など、うん、法律の分野で成功を収める人も多いと、うん、また心理学や精神医学など難しい問題に対して鋭い知性が欲求される仕事に魅力を感じる ENTJ も多いと、うん、また環境問題やバイオメディカルなど現在成長を遂げている分野も向いていて、まあ、教育の分野では先ほどの ISFJ は小学生だったんですけど、うん、この ENTJ は中学生以上を教えることを好むと、うん、あって、弁護士、裁判官、検察官、心理学者、うん、教師、特に科学、うん、社会科学の分野とあって、あとは、まあ、科学エンジニアとか、うん、弁理士とか、うん、環境エンジニアとか、政治学者とか、パイロットっていうのも出てきましたね。うん、あとは、テクノロジーとあって、急成長を遂げている IT 関連の多くの仕事は ENTJ 型に向いている、うん、複雑な問題やプロセスを理解し論理的に問題を解決し全体像を把握する能力に秀でてるからだ、うん、とあって、システムアドミニストレーター、うん、システムアナリスト、うん、とかテクニカルエンジニア、データベース管理者、コンピュータの情報システムのマネージャーみたいなことが出てきて、うん、決して接客業とは接客業とか、うんうん、人と人の間に立ってニーズを聞くみたいなのは一切出てきませんでしたね。人を動かす感じですもんね、はい、だから決して百貨店にの、
障害担当ならいいかもしれないけど、うんうんうん、売り場に出ちゃダメですね、うん、なんていうのを感じましたが、金持ちとかには売りそうですけどね。ああなるほど、いるじゃないですか百貨店。そうですね、うん、あの上の方の階の人ですね。上の方の階の、はい